チいきなり素敵チャレンジ、イエーイ。あ、そっちそっちです。なでなでなでです。ロビンです。はい。というわけで皆さん、今回はですね、ドッキリを仕掛けたいと思います。誰に？ターゲットはアホなりっちゃんです。わー、来ました。はい。今日結構ね、撮影とかね、スケジュールがパンパンなんですけど、はい、その合間合間にいきなりステーキを出し続けたら、食べ続けることができるのかというドッキリ企画でございます。それでは早速、やるよー。いらっしゃいませ。美味しい美味しいいきなりステーキ作っていきたいと思います。はいはい、それではやっていくよ。この日のために用意しましたハンバーガー屋さんでよく見るやつね、うん、はい、鉄板です。鉄板も温めて本格的に仕上げたいと思うよ。さあ、いや結構でかいぞこれ。うん、結構でかいぞ。食べれるかなこれ。あ、まず全然フライパン温まってない。うん、でしょうね。うん、まあいいよ。それぞれじゃあね、クッピーさんが切ってくれた玉ねぎもね、はい、まあ少量ね。そう、はい、確かに肉だけじゃね、寂しいから ね、 ね、はい、サラサラっとね、あれ、はい、というわけで、焼き上がりましたんで、ちょっと乗せていきたいと思います。はい、ちょっと言うかな。あーあああ、これがやりたかったんだ。よし、これはりっちゃんに届けよう。シミュレーションできます。シミュレーションできてる。止める、乗せる、流し込む、持つ、にっこりする。いいじゃん。お待たせしました。いきなりステーキでーす。ご注文をお伺いしておりました。ステーキでございます。ちょうどお腹空いてた。はい。おはようございます。でもこれ、はい、文句言っていいですか。はい。豚肉ですよね。ステーキです。はい。すごい。あ、さすが。すごい。はい。え、鉄板すごいね。そうですね。はい。熱々ですよ。うん。あ、おいしい。ありがとうございます。これで美味しい。ありがとうございます。うん。はい。全部食べていいですか。全部食べてください。はい。はい、じゃあ最後に。はい。よろしくお願いします。はい。うん。はい。うん。はい。もう一回どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで第1回見事成功しました。それから5分も経たないうちにもう2枚目出します。見てください、もう焼いてます。りっちゃんミーティング中なんで、その時に、途中から入っていきたいと思います。はい、めちゃめちゃ美味しそうだろ。お待たせしました。お待たせしました。いきなりステーキです。あ、え、待って。はい。どうぞ。ありがとうございます。そうですね、あの。これがステーキ。はい。まあまあ。そうですね、はい。まあないですよ、マジで。はい。当店自慢のいきなりステーキです。ありがとうございます。はい。そうですね、やっぱいきなり1個だけ意味ないです。はい。やっぱ僕たちのコンセプトってやっぱいきなりっていうところが売りなんで。はい。ミーティングだろうが面接だろうが来ます。欲しい。はい、欲しいですか。はい。これこれ、はい、美味しいですね。あ、美味しいですか。うん、よかったです。うん、じゃあ一緒に話しますよ。食べたくなっちゃう。面接しますか。じゃあ、あ、はい、じゃあうちはあの、はい、食べれますんで。あ、はい、あ、わかりました。はい、じゃあ食べながら、じゃあ食べ返してください。あ、はい、すみません、はい、お願いします。はい、第3回目、いきなりステーキシェフチェンジしてね、僕が担当します今回。お願いします。はい、任せてください。いきますよ。せーの、あ、いい感じだね。わかるわ。もうジュージュー言ってたわ。勝手に T シャツですね。まあ、
大丈夫でしょ。めっちゃいいね。めちゃいくない？黒だし。はいはいはい。じゃあね、いただきます。はい、ということで、いただきました。はい、お疲れ様です。いや、美味しかったです、本当に。美味しかったですか？今回美味しかったです。ありがとうございます。はい、第4回目。撮影中なんで、すぐに持ってきます。あ、お待たせしました。お待たせしました。はい、今回しかったんだけど、お待たせしました。アップさっきまで、はい、キッチン作ってめっちゃ急いで、ね、ボタンがかけ違えてますすごいギャルでした。はい、わーみたいな。そうです。うんそうですよね。うん、はいはい、ありがとうございました。お願いします。はい、いつもご利用ありがとうございます。ちょっと心配なこと言っていいですか？はい、お会計が心配なんですけど。あ、それはもう気になさらずで。あ、そうですか。あ、よかった。はい、後で精算してますんで。はい、え、はい、ではいつもご利用ありがとうございました。はい、またのご利用お待ちしております。一回も考えてみて。はい、というわけで何回目ですかね、これで。5回目です。5回目のいきなり素敵ということでですね、今りっちゃん4回でマンゴーを食べております。はい、気を抜けてる。気抜けてる、はい、マンゴー食べた後にこれはちょっときついね。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。ステーキでございます。うわ、ステーキだ。あ、どうぞ。そう、ちょっとあのエプロン取ってもらっていいですか？ あのエプロン、黒いエプロン、はい、かしこまりました。はい、こちらですね、黒いエプロン、黒いエプロンね。はいはい、おい、待って待って、俺のじゃねえ。おい、俺のじゃねえ、おい。何番目が美味しかったですか？いや、最初の方が美味しかった。一番最初なんだ、味も慣れてきちゃってね。はい、そうだね。タレ一種類しかないですから。うん、あ、でも美味しいですよ。美味しい。うん、お、はい、お、お見事。ありがとうございました。はい、というわけでですね、見事5回目成功しましたね。はい、次は優勝あるあるなんですよね。そうですね、結構盛大にやってやりましょう。やっていきましょう。はい、ゲームとして出す。なるほどね。まあ、飽きたと言われたんで、味にこちらをね、お酒、ワインを加えていきたいと思います。まあ、かっこいいですね。まあ、そうですね、ちょこっとだけね。はいはいはい、はい、かっこいい。めちゃめちゃうまそう。サブちゃんです。はい、サブちゃん。はい、で、今回ですね、今、TikTok で流行ってる高速、あっち見てほい、やっていきたいと思います。よし、そんなの一つ。いきます。あっち見てほい、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 あっち見てほい。怖い、怖い、怖い。じゃあ、りっちゃん、負けていくぜ。罰ゲーム、罰ゲーム。呼ばれた気がしたので来ました。はい、ということでこちらです。今回味を変えました。はい、お、隠し味に何使ってると思いますか？ちょっとわかん、赤ワイン使ってます。あら、はい、おしゃれですね。はい、完食です。ありがとうございました。というわけで、りっちゃんがね、もう帰る寸前なんで、おいしそうに焼いてあげます。で、1枚食べ終わったら、もう1枚熱々のやつを渡して、ね、はい、すぐ。どうもお待ちどおさまでした。ご注文いただいた、いきなりステーキでございます。はい、
どうぞ。ありがとうございます。もう見てもくれないですね。もう見てもくれない。これから忙しくなってくるんですよ。これから？ちょっと忙しい。ちょっと今正解を模索している私は、これがどうやったら終わるのかって、今までに試したものは、ああもう結構お腹いっぱいかもっていうのと、飽きたっていうのは言ったけど終わんなかったから、でも全然まあ否定感確かにあるけど、言うのはそこまで、あ、来ましたね。お待たせしました。お待たせしました。おい、はい、もうお腹いっぱいなんだよ。何回持っていくんだよ。はい、終わんないぞ。どうぞ。ギブアップ。え、ギブアップです。もう食べません。ギブアップ。はぁ、待って、これも違うんだ。マジかよ。かけた方がもう、はい、お客様お待たせいたしました。はい、こちら肉のステーキになります。これ10枚いっても終わんないやつかな。あとうちは在庫いっぱいあるんで、はい、そうなんです。でちょっと気になってるのは、両家がいなくなったことなんですね。味を伝えてください。はい、どうですか1枚目と10枚目の味は。はい、もう合ってない。はい、窓開けていいですか。窓開ける。待って、わかりました。ちょっと待ってください。窓開けて、はい、はい、お待たせしました。いきなりステーキでございます。お待たせしました。いきなりステーキでございます。おい、待ってよ。お待たせしました。ちょっとお待たせしました。いきなりステーキです。あれ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 、はい、あれ、すいません。なんで、あれ、スコッチさんが言われたんですよ。りっちゃんばっかだとちょっとずるいよねということ。お前なんで作ってる本人はどうなのみたいな、ね、でもさ、これさ、別にりっちゃんが逆ドッキリになってるけど、りっちゃん普通にステーキだよ。お前ちょっと待って、11枚目のステーキだよ。おめでとうございます。あー、ちょっともうこれ差し上げます、皆さんに。さすがに、うん、皆さん食べましょう。さすがによ。いやー、もうかったわー、マジで今日の朝から。え、あってもらったね。確かにそう思えばあってもらったね。今日あってもらったね。ステーキしかやりないし。ちょっと一日厨房の気分味わえましたよ。味わえた、味わえた。もうね、あれだよ、慌ただしいよ。慌ただしかった、本当に。お客さんにやっぱ熱々提供しないといけないから、やっぱ。はい、大変面白い企画でした。次は誰になるかな。はい、それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。